日本ハム新庄監督、加藤君の交代は打球直撃とは関係ない。日本ハムの新庄監督は7回87球で降板した。加藤貴之投手に対する打球直撃の影響を否定した。7回まで5安打無失点と完璧な内容だったが、7回2アウト1塁で山田哲人の打球が利き腕の左腕に直撃。影響が心配されたが、8回から2番手の田中正義にスイッチとなった。新庄監督、あの回で切ろうと、正義くんがどういうピッチングをしてくれるか、ちょうど0対0でいい場面だったので、先のことを考えてと、プラン通りの継投だったと主張した。これにネット上では、勝ちたいのは山々、ファンもそうでしょうが、現場が一番そう思っているはず。でも、シーズンは長い、今日勝つこと。数ヶ月先、復活したセットアッパーとクローザーで、大事な試合を仕留めるのとで考えたとき、目標優勝や CS 進出を叶えるためにはどちらが良いのか。不満はわかるが、長いスパンで物を見なければ戦い続けられない。加藤投手の交代の意味がわかりました。離脱はなさそうで安心です。しかし打線がね、0S 上げてもいいのでは。野村選手も想像以上に打てない、清宮選手も2軍。同じ負けても得点がないとね、明日の入れ替え発表、あるかわからないですが、期待します。結果論ではなく、打球を受けた影響がないのであれば、球数的に投げさせてほしかったな。加藤の自信にもつながったはず、せめて100球は投げてほしかった。加藤投手はあの後ベンチに帰っても、特に問題なさそうな雰囲気だったので安心しました。次回もナイスピッチング期待しています。